ここは東京羽田空港。表示している飛行機は羽田に着陸する飛行機のみです。まずはじめに3度の角度はどのように計測するか。横に 6km、 上に 1000フィート、 計算でこれが3度になります。右下に 5km のスケールがあります。ちょっと長い赤い線が6キロです。さて今回のテーマ、飛行機は大型ジェット機も4人乗りのセスナ機も着陸時は3度の角度で降下します。ジェット機は高いところから降下する時も3度の角度で降りてくるんですよ。それを確認していきましょう。着陸時の3度はぴったり3度ですが、高高度ではそれほどぴったりではありません。この位置でこの高度なら3度です。早速見ていきましょう。岡山から北へ ANA 行き、1300フィート、結構ぴったりです。福岡からの JAL 機、2500フィート、これもほぼぴったり。岡山からの JAL 機、4500フィート。福岡からのスカイマーク機、6100フィート。尺度が変更されたのでそれに合わせてます。大分からのソラシドエアー、10000フィート。大分からのJAL機、14500フィート。すべて降下中。熊本からの ANA 機、23500フィート。福岡からの ANA 機、26800フィート。山口宇部からの ANA 機、30000フィート。これらも降下中ですが、そろそろ巡航高度ですね。長崎からのJAL機、37000フィート、水平飛行中。5倍速。そろそろ降下するタイミングじゃないですか。前方の機体からスケールを置き直してみましょう。14000、18000、3機目の22000フィートの機体は下がりすぎているからか降下率が低いです。26000フィート、 2000fpm の降下率、1分で2000フィート。そろそろ降下しても良さそうなんだけどな。忘れてませんか。5倍速。よかった、降下を開始しました。3000fpm で降下してます。前方の機体は2000でした。上空でもだいたい3度の角度で降下しているのが分かったでしょうか。さてこの機は長崎から来ているのですが、一気に効率のいい高度まで上昇して、最後はゆっくり降下してます。